こんにちは皆さん、スプスプです。今日は What's in my bag? バッグの中身を紹介していきたいと思います。韓国のチャンネルでも日本のチャンネルでも初めて公開します。面白そうでしょ？では今から始めていきましょう。私が最近持ち歩いてるカバンはこれです。当時のディスタイリングバッグです。このカバンは今年に誕生日にプレゼントでもらったカバンなんですが、自分へのプレゼントに買いました。誕生日にカバンを買いたくて、発色店の中をいろいろ見ました。ルイ・ヴィトン、グッチ、バレンティーノ、ミュウミュウ、シャネルも。もちろんシャネルは高いから本当に見ただけだけど、これだけたくさん見回っても気に入るカバンがなくて、うちに帰ろうと思った瞬間、このカバンが目に行って購入しました。当時のディスタイリングバッグはこういうデザインで、特徴はファスナーを閉めるとリボンの形になるところです。私が買ったデザインは2019年春のデザインで、白の旧革で、持ち手はパイソン革でできています。カバンが小さい見えるけど中のスペースは大きいので、最近は荷物が増える一方です。では開けてみますね。カバンを開けたら一番最初に見えることはこれ、スマホ、紫のホログラムの折りたたみ式スマホ、めっちゃ可愛いですよね。前は iPhone を使ってましたが、色がすごく気に入ったので最近買いました。このスマホはこうして立てておくこともできるから、写真を撮ることにとってもいいです。それからアプリを2つ同時進行できるのがめっちゃいいです。すごく気に入りです。めっちゃ可愛いカラー。最近韓国の女の子の間でこのゲタをデコるのが流行ってます。私も来週韓国チャンネルでこのゲタをデコる予定なので、韓国のチャンネルも登録お願いします。次はマスク。最近コロナのせいでマスクが必須ですよね。だからこうしてマスクを持ち歩いています。それとポーチ、このポーチはレッドで購入したんですが完売してしまいました。中にまずはヘアゴム、これは友達がプレゼントしてくれた本当に可愛いヘアゴムです。そしてミニ歯磨きセット、デンティステのものなんですが本当にいいです。口の中が本当にスッキリして、口臭状況に優れてます。使い捨ての歯間ブラシとデンタルフロスも入れています。そして私が大好きなエティドハウスのダブルラスティングクッション、これは外でメイク直しをするときにとてもよく巻くのパンシルタイプカンシラー、これは今日の塗ったリップ。そしてジバンシのリップバム、ケースがピンクのレザーでできていてめっちゃ可愛いです。プランピンク効果も好
少しあるリップバームです。そして次はこれフレッシュのシュガーリップバーム。リップバームだけど発色がとってもよくて大好きなリップバームです。こんな感じです。ハンドクリームも入っています。バイレッドのジプシーワーターハンドクリームで中性的な香りが魅力的です。これは事務所の専務からいただきました。今ご覧になっていますが本当にありがとうございます。保湿力は少し高くないだと思います。男に推薦です。それから香水が2つ。1つはこれアトリエコーロンのケースでビクトリアーズシークレットの香水を入れていて、もう1つはこれです。これはデリー香水で去年5月日本ファンミーティングで日本のファンの方がくださった白のホワイトリリー香りです。これは匂いが本当にいいのでおすすめです。干してみるとプレゼントで持ちたらものがすごく多い気がします。たくさんの人たちから愛されてますよね。本当にありがとうございます。そしてウォーターティッシュ、かわいいトイストリーバージュ、本当にかわいいウォーターティッシュです。そしてダイアリー、私ホログラムが本当に大好きです。これはスケジュール管理をするために使います。スマホでもスケジュール管理をできるけどアナログ感じが好きなのでこれを使っています。そしてジルもあります。最近クマが好きです。本当に可愛い。そしてパンの1本あります。そしてこれ付箋もあります。めっちゃ可愛いですよね。財布は一番下にありました。プラダのミニ財布なんですが、これは数年前にプレゼントでいただきました。私がピンクが好きすぎるからピンクを選んでくれたんだと思います。開けてみるとカードがいっぱいあります。ミラーもあります。なんでこれがありますか？わかんないです。韓国ではほとんど現金持ち歩かないので大きい財布よりも小さい財布方が人気です。そしてこれもあります。ネイチャーリパブリックのラズベリーセニタイザー、匂いもいいし中に青いのチュブチュブが可愛くて気に入ってます。それから私の必須アイテム、デンティステのスプレーです。私これがなかったら生きられないほどの中毒です。相手に対する小さな礼儀っていうか、デンティステ本当に大好きです。高いけど豪華があります。それで最後はこれ、ブレスケアです。皆さんご存知ですか？リチブほどを水と飲めば息がきれいになる感じがして好きです。ピンクだから桃の香りが一番好きです。これでカバンの中は空っぽです。終わり。日本語が下手ですが、いつも動画を見てきてくださってありがとうございます。今日の動画を楽しんで見ていただけたらコメントもたくさん書いてくださいね。さらげよ。ではバイバーイ。面白そうでしょ。面白そうで面白そう面白そうでしょ。